直接話をするっていうのがなかなか難しいのかなみたいな、金取られるんじゃないかなとかね。フランチャイズチャンネル。竹村さんに直接相談したいときどうしたらいいの？はい、これ見ていただいている方から相談もね、ずいぶん増えてきまして、ウェブで、エイバーのホームページとか、まあ、僕のホームページとかからも来るんですけど、まあ、話をしてみると結構躊躇された方も結構いるみたいで、直接話をするっていうのがなかなか難しいのかなみたいな、金取られるんじゃないかなとかね、思われると思うんですけど、フランチャイズについていろいろお答えするっていうのは無料でやってますんで、全然そこはお金は取りません。あと怒られるんじゃないかとかね、そういうイメージがあるらしいんですよね。それはそういうことはないです。基本的に、僕は話はね聞きたいんですよ。ではっきり言って僕の仕事につながるかつながらないかっていうのはあまり考えてないです。なぜかっていうと、いろんな人の話を入れるのでこう情報になるんですよね。だから全く見当違いのフランチャイズを検討してて、見当違いのことを言う方がいらっしゃるんですけど、それでも僕としては一つの情報なんですよね。それを得るだけでも僕としてはプラスなんですよ。だからその方に対して、いやそんな質問僕と関係ないでしょうとか、そういう言い方はしないし、基本的にその代わりその方をべったりコンサルティングしてくださいと言われてもそれはしない。とにかく一回どんなことでもウェブで相談をするっていうのは受けてます。基本的には僕は午前中はウェブ面談っていうのはある程度してます。ですから月曜日から火曜日の午前中と、あと土曜日ですかはスカイプとかズームとかで時間を取って、そこで話をしてます。首都圏の方とかね、昔はいろんなところで会ってたんですけど、直接そうそう時間がね結構かかるんですよ。でウェブだとはっきり言って午前中に3人とか4人とか普通に話ができるので、ウェブ面談をしてます。フランチャイズに関すること、フランチャイズ企業に関することだったらもうどんなことでも結構です。そんなに厳しいことは言わないつもりですけどね。変な相談をされても、あこんな視聴者にこんなことを考える人いるんだってなるよね。そうなんですよ、うん、例えば支援グループのことを見当違いな理解をされてたら、あの動画じゃこう思っちゃうんだなとかっていうのも勉強になるんでね、うん、だから、意外と竹村さんいい人なんで、迷ってる人はぜひこちらのフォームから、応募してほしいのと、あとあれですね、一回本部の社長さんも集合したりして公開収録とか、なんかみんなで飲み会とかね、一回なんかオフ会でもやりたいもんですね。そうですね、いつの間にかチャンネル登録もね、2000とか超えるし ね、うん、2000人突破記念でオフ会しますかね。そうですね、はい、はい、フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます。ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただきますよ ね、なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、コメント欄が寂しいんで、ぜひぜひいろんなコメントとか、まあね、こっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、メールもあるんで、いろいろご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。